皆さん、こんにちは。今日のテーマは、警察への通報です。日本で警察の電話番号は110番です。これは110番ではなく110番と言います。では、救急車を呼ぶときは何番でしょうか？これは119番です。ベトナムでは何番ですか？あなたはこれまでに警察に通報したことがありますか？今日は警察への通報について会話をしましょう。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、警察への通報です。日本で警察の電話番号は110番です。これは110番ではなく110番と言います。では、救急車を呼ぶときは何番でしょうか？これは119番です。ベトナムでは何番ですか？あなたはこれまでに警察に通報したことがありますか？今日は警察への通報について会話をしましょう。所長さん、おはようございます。センターの前にたくさん警察官がいましたが、何か問題が起きましたか？チャーさん、おはようございます。うちじゃないんですよ。このビルの1階に泥棒が入ったらしいんです。現金やパソコンなどが盗まれてしまったようです。でも怪我人が出なくてよかったです。チャーさんのアパートはここより少し静かな場所にありますね。治安はどうですか？はい、夜になると人も車もあまり通らないし、少し寂しいので、遅い時間外出するときは必ず友達と一緒に行くようにしています。あなたが今住んでいる場所の治安はどうですか？治安はとても大切ですよね。日本では田舎に行っても交番があるので、何か問題があっても電話をかければおまわりさんが来てくれます。これはベトナムでも同じですか？そうですね、日本と一緒です。たとえ喧嘩があっても交番に電話をかければおまわりさんが来てくれます。先日ベトナム旅行から帰ってきた友人に聞いたのですが、ベトナムの家の窓には必ず格子が入っているそうですね。格子って何ですか？窓やガラスが割られても泥棒が家の中に入れないようにするために金属の棒がついていますね。ああ、わかりました。日本ではありませんが、ベトナムの家には必ずついています。ということはベトナムの治安は悪いということですか？残念ながら日本とベトナムでは治安に差がありますか？
そういう差があるんですね。そうですか。ではベトナムより日本の方が安全なんですね。でも日本でも時々変な人がいるので気をつけてくださいね。特にチャーさんのような若い女性は注意が必要です。私も聞いたことがあります。私の友人が駅からアパートに着くまで後をつけられ怖かったそうです。夜遅い時間に一人で暗い道を歩いてはいけませんよ。日本で安全に過ごすため気をつけることがありますか？それは大切なことですね。その後をつけられた人は何もされず無事だったんですね。はい。アパートに帰る途中で大家さんに会い一緒に帰ってきたので大丈夫でした。頭の中ではいろいろと考えても実際に不審者に会うと何もできないと思います。チャーさんだったらどうしますか？そうですね、できるだけ大きな声で叫ぶのはどうでしょうか。ベトナム語で叫んでもいいかもしれません。不審者は驚くと思います。もし不審者に会ったらあなたはどうしますか？不審者会いたくないですね。さっき話したこのビルに入った泥棒ですが、窓を割って鍵を壊し事務所に入ったそうです。となるとこれからは日本もベトナムのように窓が格子が必要なのかもしれませんね。私たち外国人は日本が静かで安全な国だと思っているので、もしそうなったら残念なことですね。もし今のアパートで泥棒に入られたらどうしますか？あまり考えたくないですが、これは港で会話を勉強している皆さんに聞いてみましょう。もし泥棒に入られたらあなたはどうしますか？泥棒は怖いですよね。チャーさんお疲れ様です。もうすぐ桜の季節ですね。私は生まれて初めて桜を見ます。そうか、チャーさんが来たのは今年の1月だもんね。ハノイで日本語を勉強している時に先生が YouTube で桜の動画を見せてくれたんです。日本人は花見で何をするか知っていますか？桜の花を見るだけじゃないんですか？日本人は桜の花を見ながらお酒を飲んだりカラオケをしたりするんです。うちの会社で花見に行くので楽しみましょうね。それじゃあ写真を撮ってベトナムの両親に送ってあげます。チャーさんお疲れ様です。もうすぐ桜の季節ですね。そうか、チャーさんが来たのは今年の1月だもんね。
日本人は花見で何をするか知っていますか？日本人は桜を見ながらお酒を飲んだりカラオケをしたりするんです。うちの会社で花見に行くので楽しみましょうね。私は生まれて初めて桜を見ます。ハノイで日本語を勉強しているときに先生が YouTube で桜の動画を見せてくれたんです。桜の花を見るだけじゃないんですか？それじゃあ写真を撮ってベトナムの両親に送ってあげます。